味方同士が東西に分かれて争うなんて、これは教育が必要かしら。一番悪い子は三成と家康みたいだね。二人まとめてお説教だよ。頑張るよ。いや、いいわ。三成殿と家康殿の事情を聞きたいのだけれど、どちらも本陣にこもっているようね。まるでダダをこねる子供のよう。お友達を倒したら出てきてくれるかしら。本陣の守備は俺に任せてもらおう。ご婦人方、気をつけて進まれよ。両毛もやられちゃダメだよ。最後はみんな仲良く元気よくだからね。攻撃を準備せよ。敵軍のボングどもを一気に片付けてやれ。そう来ると思ってましたよ。こっちも大筒で反撃といきましょう。もう危ないものを使っちゃダメだよ。一刻も早くやめさせないと。いいよ。マサノリ、どうしたの。あなたも計画早いけどいい子でしょ。ごめんなさい、すんませんっす。なんだか俺わけわかんねえ感じで。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。やっぱり資源たちも戦っているみたい。母の思い分からせてあげないか。コーラ3号、物騒なものはしまいなさい。仲間なんだから戦っちゃダメでしょう。おせっかいなお人だね。邪魔するなら容赦はしませんよ。それ3号、しっかりしてよ。あなたが三成を止めなきゃダメでしょう。まったく、なんで俺はおねねさんと。少し頭を増やしていきますよ。この調子でもう一つの大筒も止めないと大変なことになる前に。これはあいつのせいです。あいつが俺を。あれ、あいつってどれだっけ。ちょっと頭を打って忘れちゃったみたいで。敵将打ち取ったわ。資源、冷酷な母でごめんなさいね。今はどんな気分かしら。やっ、消えない。どうかお許しを。お叱りは後で受けますゆえ失礼。素直に止めてくれるのまだ可愛げがあるわね。これで少しは静かになるかしら。姫さん、どうしちゃったの。私に手を挙げるなんて悲しいよ。俺が、おねねさん。嘘だ、悪夢だ、あんまりだ。今こそ攻め立ててやろう。そこのミサイルさを仕留めてやるか。わしの相手はあの将軍。息の根止めてくれるわ。やけに騒がしいのが近づいてきているな。まさかとは思うが、孫悟の連中もいるのか。よくやってくれた。立派な働きだ。三成、まだ手こずっているのか。早く奴らの息の根を止めてやれ。誰が敵でも構わない。この総士官を全て潰してやろう。撃ち取ったわ。いいわ。全て潰すだと。総比は確かに冷酷だが、仮にも仲間に対してあんな物言いをするか。俺を忘れたか、観念。この暴れっぷり、剣がつけられぬ。郊外殿もしっかりしてくだされ。やはり何かがおかしい。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。そろそろ我らも前に出るぞ。敵軍に属する者は誰一人として生かすな。
者は無用。敵は全て切れ。ここを奴らの墓場とするのだ。ルールにしては妙に攻撃的だ。この戦、裏に何かありそうだな。しっかりしろ、カンネ。いくらお前でも敵味方の区別はつくだろう。おっさん、何してたんだ。なんで、あんたに切れてたんだ。おお、郊外殿、正気を取り戻されたようですな。うん、わしは何を。家康殿と共に戦場に来たことまでは覚えているか。この目だ、撃って出るしかあるまい。全軍で敵を根絶やしにしろ。この龍玄徳の邪魔はさせん。神の世のため、全ての敵を撃ち滅ぼす。言ってることがむちゃくちゃだよ。早く正気に戻さなきゃ。よくやってくれた。立派な働きだ。本体を出さぬわけにはいかぬ。敵を総統し、我らの旅力を見せつけよ。やっね。この霧、なんだか嫌な感じがするよ。忍びの勘っていうのかな。本田平八郎を戦つ、押して参る。この戦場に割って入るとなんと強引で傲慢な女子か。家康、聞き捨てならないよ。ねねにこれお仕置きだよ。おとなしくしてね。正気に戻ったようね。あなた、ねね殿に随分ひどいことを言ったわよ。なんと、いたたたた、急に面倒をかけてしまいました。この霧が出た直後、皆おかしくなって、私自身も途中からは覚えておらず、ひどく興奮してしまいまして。困ったな、みんな正気じゃないみたい。何かに操られているのかしら。まだ確かなことは言えないね。残ってるもう一人にも聞いてみないと。今こそ攻め立ててやろう。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。そんな格好でウロウロするな、バカ。死にたいのか。ほら、三成、口も態度も悪い子は折檻だよ。お前さん、申し訳ありませんでした。ですが、暴力的解決は避けていただきたかった。見てらんないよ。あら、素直なのか口が悪いのかわからないわね。可愛げがないね。三成、どうしてこんなことになったの。我らはただ王を倒すために出陣しただけです。良い道はここです。この霧が出ると同時に姿を消したのですが、ネネ殿たちが集めた情報を整理すると、少し前までこの戦場には妖魔がいたようだ。けれどこの霧が出た直後に姿を消した。そして皆がおかしくなったのよ。それから仲間同士の喧嘩が始まった。きっと一番悪い子は別にいるよ。我が策を見破ったか。ならば大いに我が愛自ら相手をしてやる。黒幕が出てきたか。奴を討ち取り、この騒ぎを終わらせるぞ。どうやら我らは惑わされていたようだ。やはりあの霧が原因であった。霧が晴れたとた
全てを思い出したぜ。他人にいいように働かされるなんて。清盛、よくも惑わせてくれたもの。この礼はたっぷりとさせてもらう。のせいで俺はおっさんに刃を切りつけてもらうぜ。無人の手本とすべき活躍よ。両毛が危ないみたい。助けてあげなきゃ。俺と遊んでくれんのかい。活躍するおねね様を見てると胸が。こたびはお互いひどい目に遭いました。まったく、二度とこんな戦いはごめんよ。そうですね、少なくともこの世界に。お前こそ真の三国無双。申し訳ありませんでした。そのまだお怒りが。何を怖がっているの。操られていたんだもの、仕方がないでしょ。そう、その笑顔、対峙すると本当に怖い。いや、なんでもないです。頑張るよ。すまぬ、リョモ。老骨の暴力と思って許してくれんか。俺も謝るぜ、おっさん。悪い子だね。やっぱ、おっさんは味方に限る。妨害殿、勘弁。いいよ。ああ、今回のことは水に流そう。抱きしめてあげる。我が軍を思い知らせてやったまで。こら清盛、そんなひねくれた子は大接近だよ。同士討ちを狙ったというわけか。その狡猾な策ごと打ち払ってくれる。全てを思い通りにするのは誰なのか、それを分からせてあげるわね。同士討ちは容疑の仕業だった。真相はあっけないものだったわね。うん、仲違いでなくて一安心だ。これでまた一丸となって戦える。うんうん、雨降って地固まるだね。これからもみんな仲良く頑張ろうね。とにかく本当に。